札幌からニュースを続けます。先ほど入ってきた事故のニュースです。今日夕方、道東のしべ茶町の国道で車2台が正面衝突する事故があり、男性3人が意識不明の重体となっています。警察によりますと、事故は1台の車が鹿と衝突したのがきっかけだったと見られるということで、警察が詳しく調べています。警察によりますと、今日午後4時45分ごろ。 北海道東部の標茶町来別の国道で鹿と車がぶつかって事故が起きたと通報がありました警察によりますと現場ではトラックとワゴン車が正面衝突していてこの事故でワゴン車に乗っていた男性2人とトラックの男性1人が病院に搬送されましたがいずれも意識不明の重体だということです、えー、映像は現在の標茶町の様子です画面の奥に赤色灯が見えています 警察によりますと事故は1台の車がシカと衝突したあとその弾みで対向車線を走ってきた別の車と衝突したと見られるということで警察が詳しく調べています。